吉野さん、人間の価値って何ですかね、まあ、人間の価値自分の価値を上げる上げないっていう話の途中だったんですけども、まあ、私はね人間の価値ってのは問題解決能力の、まあ、高あとか低さに一つは起因するんじゃないかなと思うんですよ問題解決能力がある人ほど人からは価値ある存在と認められて。問題解決能力がなければ あんまり頼り頼にされないでもっと言うとですね問題を起こす人は嫌よろ、まあ、るく言う人間関係を作るのが下手な人って、まあ、まさに人間関係があんまりうまくできてないからこれは結果的に人から避けられてるっていうことになるかもしれませんよね、まあ、あの人間不信の人もあんまり人気になることはないです なんか人間不信っていうと偉い偉そうな言葉に聞こえますよね、でもね。<laughs> うん、まあ、ね、いろんなものの考え方ありますけども。で、まとめるとね、まとめるとっていきなりまとめちゃうんですけども、どんな問題解決能力があれば、まあ人の人間としての価値が高まったとかね、あの人はすごいよねっていうふうに評価を受けるかっていうと、まずはお金の問題解決ができるかどうかですよね。一つ目はお金。 二つ目は、仕事でのトラブルをどのように解決していけるかっていう人ですよね。仕事でいろんなトラブルがあると思いますけども、その問題を解決してくれるような上司とか先輩だと、非常にね、信頼されるだろうなと思いますし、別に上司や先輩じゃなくても、部下や後輩が、あ、先輩こうすよみたいな感じで問題解決してくれたりね。うん。なんか部下や後輩が先輩の自分とかね、 上司の自分を立ててくれて、自分が泥をかぶってくれるみたいな、そんなね、部下や後輩だったら、あ、こいつちょっと、ずっと一緒にいたいなって感じで引き上げてくれるかもしれませんしね。仕事の問題解決。うん、それからあとは、恋愛ですかね。恋愛の問題解決をしてくれる人も、まあ、恋愛コンサルタントとかね、やっていくかもしれませんし、えー、きっと、その、ね、出会い系なんとかみたいな感じで、 出会いの少ない人にたくさんの出会いを与えてくれたりとか。それから恋愛の問題解決ってのは何もね、あの、彼女がいない、彼氏がいないってい人の問題解決だけじゃなくて、お付き合いしてる人がいるんだけど、もしくは、結婚されてるんだけども、いろんなトラブルがありました。その時どうすればいいでしょうかみたいなことに、アドバイスできたりとか、問題解決できたりする人も求められていくのかなと思いますね。で、四つ目は健康に対する問題解決ですか。もちろん、お医者さんとかセラピストさんも、 その能力、問題解決能力が高ければ、いろんな注文を受けるでしょうしね。うん、頼りにされると思うんですけども、まあそこまでいかなくても、健康のことについて詳しい方っていうのは、やっぱりいろんな相談を受けて信頼を集める、いわゆるアクセスを集めることができますよね。だから結局この4つの能力のどれかに引いてることで、まあ自分の人生をね、より有利な方向に るることができるのかななとと思思いいまますすねね人間の価値、ね、他にもあると思いますよなんか阪神のことにめちゃくちゃ詳しいみたいなねあの人は阪神に詳しいからなんか何でも聞いちゃおうよとかねそんな問題解決能力もあると思いますしなんかそのアニメがねすごく好きでいっぱい見てますみたいなねそういう人ももしかしたらいろんなアニメ論を展開してくるかもしれません岡田司夫さんみたいにねすごく詳しい方とかね出てくるかもしれませんしね。 他にも細かいことはいっぱいあると思いますけども、私はね、やっぱり4つに大きく分かれるんじゃないかなと、まとめてますね。お金、仕事、健康、恋愛。この4つの問題解決能力。まあ全部じゃなくても1つでもね、問題解決能力が高ければ価値の高い人になるかなと思いますんで、やっぱりね、価値の高い人に自分がなっていこうと思ったら、問題解決能力を高めていくことかなと思いますね。もちろんね、伝える力っていうのも、 非常に大事ですよね。伝える力がある人っていうのはインタビュアーになったりとかねそれからアフィリエーターになったりとかしますんで、うん、そういった形でね吉田さんのトークがどんどん研ぎ澄まされていけばいくほどそして吉田さん以外の自分はしゃべりゃ苦手なんですっていう人がいるとしたら苦手なことが得意になれば問題はどんどんなくなっていくのかなと思うんですよね。問題は苦苦手手だからってここととと、で苦手を放置することと 初心者だからって言って、初心者のまんま居いい続けることですよね。自称初心者っていうのは、あの、初心者は自覚してるわけですから、早くそこを抜けるためにね、ベテランになっていかないといけないですよね。まあ、それがだから、より自分の価値を高めることであり、より自分を稼がせる自分になることかなと思います。ビットコインなんてそんなことを考えたらね、もういらなくなってくるわけですよね。うん、まあ、もちろん、投資の案件を見抜く。 目利きの能力っていうのもね、自分の価値を高めることでもあるかもしれませんしね。はい。まあ、自分のことをもっともっと有利に進めようと思ったら、そういうふうに自分の価値を高めていくことなのかなと思っております。以上です。